常用市立東、常用中学校は、京都府常用市区瀬上大谷にある公立中学校である、学校給食センター方式の給食を実施している、略称、登場中、比較上と呼ばれることが多い、常用市北東部の給料地帯を校区とする中学校である、1980年4月の時点で、生徒数が1300名に達し、 マンモス校となっていた常用私立常用中学校の過密解消を目的に建設された。私立学校初の4階建て校舎で常用私立北常用中学校と同時期である1981年に開校した。当時の市の財政上、住宅地から近い場所には建設が不可能だったため、住宅地からは遠いが自然環境が良く、日当たりも良いとして、かつては 寺田すももの栽培が盛んだった、丘陵地が高地として選ばれた。学校の設計段階では、ルートが決定していた京都府道256号、山城総合運動公園常用線を考慮して、校舎配置が行われた。グラウンドは、常用中学校と比べて狭いとされたが、設計段階で100メートルの直線が取れるように、階段の位置が変更され、今の形となった。 上用市では、公立学校選択制が導入されていないため、この2校の小学校区在住の場合、私立中学校への進学は、基本的に、東、上用中学校となる。出展元常上中学校創立30周年、記念実行委員会、創立30周年記念市、石杖1986年4月20日。ありがとうございます。